こんにちは、榊紅葉チャンネルです。今回は無料料金について、介護保険負担2割、多所室2人部屋料金のご説明を差し上げます。介護老人保険施設では、介護保険の一部負担、食費、居住費、こちらの合計をご利用者様負担として請求しております。今回は介護保険2割負担、多所室2人部屋についてご説明いたします。介護保険2割負担、介護度別となっております。ご確認ください。食費1780円の日数分となります。こちらは1食でも食べていただくと1780円となります。居住費370円の日数分となります。個室料金2人部屋1650円、消費税込みです。日数分となります。月合算いたしますと、介護度別の料金となっております。ご確認ください。保険に含まれている費用、おむつ、紙パンツ、パッド等、定期的に飲まれている内服薬、医師の日常の診察とございます。その他の料金、多職種連携を行い、リハビリ、経口摂取継続、看取り等必要サービスを提供した介護保険の一部負担、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善を目的として、処遇改善加算1、特定処遇改善加算2、以上の料金を合算いたしますと、1月だいたい18万円から20万円前後となります。榊紅葉では、日常生活に必要な洋服、下着、タオル等セットになった入所セットのご用意がございます。料金は1月 49,500円、税込みとなります。月の途中の入所、退所になった場合は日割り計算となりまして、1日1650円、税込みとなります。利用料金と入所セットを合算いたしますと、1月だいたい23万円から25万円となります。介護保険一部負担、食費、居住費は医療費控除の対象となります。次回は割合負担、3割負担と料金体制説明動画もアップしてまいります。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。